広告が得意な会社ですよね、うん、検索連動広告っていう自体分野を作って、うん、まあ、逆に言うと広告ビジネスしかうまくいかないですよね。 Google って面白いですよね、うん、トリプルネームのコラボレーションとかもタッチポイントやっぱ増やしていくっていう、でそれぞれの SNS インスタとかで目に触れて人知でそっかみたいなのもとにかく繰り返していく。レートマジョリティの人たちが EV を買い始めてるんです。ずっとレクサスに乗ってきたからレクサスの EV が欲しいってなるんだけどない。だから完全にトヨタは失敗してますよね。